わざわざ大阪から来てるからね。わざわざ。コータンの嫌なことをしたら全力で多分叩くと思うよ。怖いよ。うちのリスナーコータン一番だから、俺が悲しい顔をしたりとか何かやられたらマジで怖いから、コータン守る、コータン一番だからね。なあみんな、コータンには甘いんだけど俺以外には厳しいかな。そうですね、いやおかしくない、そりゃそうでしょ。応援してる配信者一番ね。DM を返ってきたぞ。 打ち込んでるね。この辺がまた動き出すよ。来るか。来るか。どうする。オッケー出すか。おっと来た。来るぞ。来るぞ来るぞ来るぞ。来るぞ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 。来るぞ。来るぞ来るぞ。来るぞ。来るぞ来るぞ来るぞ。さあどうする。さあ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 。どうするどうする。来るぞ来るぞ来るぞ。考えてる考えてる考えて、メイクぐちゃぐちゃなんで恥ずかしいんですけど、カマワンカマカマンカマンカマン、全然前世全然オッケー。ちょっと顔文字もつけようかな、かわいい。全然オッケー。これちょっと企んだ顔にしとったな。全然オッケー、企んでる顔、これ好きなんだ。お、来るぞ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 。どうするどうするどうする。ちょっともう一回企らんどくか。企らんどくよ。どうする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 。来るか来るか。どうするどうする。まだどうする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 。3ついっちゃったよ。何これは、これは何。ダメ、アウト。泣いてるよ、ごめんなさい。明日マジか。嘘。
俺看病してやるのに。万全で、うん、諦めるな。頭よしよししてあげる。ダメかな。頭よしよししてあげるよ。いやいや違う違う、しつこいんじゃなくて、大阪からわざわざ来てるんだよ。そうでしょ。いろいろ準備したいんじゃないの。ダメか、諦めるか。もてなしてあげないとな。キリストが呼んだんだよ。いや違うでしょ、さすがに違うと思うよ。会いに行っていいですかって、ほら息とコラボ見ましたとか言って。優しい軽い女ってゼロワンに思われたくないんですけど、明日じゃダメですか。軽いなんて思わないさ。ただ早く会いたくてさ、会いたくて会いたくて。西野かな、キモいか。会いたくて、この句読点でちょっとリアルな感じ出そうかな。どう？ダメ、しつこい。ちょっとしつこい。でもやっぱある程度押さないと、女っていうのはやっぱ配信の手前言いづらいっていうのもあるからね。でちょっとグイグイ来られたからもう仕方なくっていう風に言わせてあげないと。それが女を立てるってこと、わかる？うん。悩んでる？うん。もう次断られたらもう諦めるわ。じゃあ明日ね。うん。どうする？ちょっとプレッシャーかけるか。今日じゃなきゃ無理はちょっと言い過ぎなんじゃない？それは。それ脅しじゃん。それ脅しでしょ。チョンスちゃんは韓国の人？普通の日本人？どうなの？なにわのチョンスだからね。なにわついちゃってるから。あれ？目がうるうるしてるやつないね。あ、これか。西野カナみたいです。うん。どうするの？どうする？チョンスがいじめられてる？リスナーさんが楽しみなら今ハットが今メイクとかメイクと髪が雨でボサボサなんです、はあ、恥ずかしくて。さっき配信見たんだ。すごく可愛かったよ。どうする？ダメ、これしつこい？しつこい？やめる？もうゼロワンさん体調日大丈夫なんですか？フル元気いける？ダメ？ゲストに使われてるの？ね、グルってこと？いや、そのせいはないんじゃない？こっちの配信、いやいや、どういうこと？LINE から電話します？
ああね、ちょっと俺もうるさいから、ああなんか邪魔しちゃったね、知らなくても大丈夫だよ、ごめんね、切っちゃった？ああ、一個の携帯しかないから DM できないんだ、そういうことか、ホテルじゃなくてバックグラ開いてるからでしょ、俺が連絡してるからだ、そういうことでしょ、携帯2個ある？頭って2個あるんだ、パニック、うん、やめようか、じゃやめとこ、もう困っちゃってるからやめとく、もうとにかくホテル行きたい、どうだ音、やめたな、逃げたか、止まった、音復活したよ、髪の毛だけセットし直して、うん、よし、もらった、来た、いけるな、出動するか、今の俺はどんな小さいねきっかけすら全部食いついていくよ、着替えようよ、標高すから私が行きましょうか、いや俺が行くよ、私が行きましょうか、俺が行くよ、それにしよう、年上の方に来てもらう申し訳なくて、配信に年なんて関係ないよ、決まった、男が行くのが当たり前、ゆっくり待っててね、これでいいじゃん、キリストに会いたいとか本命が、でもキリストは大阪でいつでも会えるじゃん、そうでしょ、なんでわざわざ東京に来たのじゃん、ね、そうでしょ、さすがにその説はないんだよ、
けるって聞いて、生きリストに関わらない方がいい。保護観察付きの執行猶予中だから7日ごとに保護観察官の面接を受ける必要がある。だから1週間したら大阪帰ってる。旅行どころじゃない。そうなの。ちょっと情報屋から情報が送られてきた。情報屋から。情報屋、うち有能な情報屋がいるんだけど、俺がコラボすると徹底的にコラボ者を調べてくれて情報を流してくれるんだよ。シャワー浴びてる？マジで言ってる？シャワー浴びてるの？浴びてない。嘘か。チョンスアップ始めました。マジか。じゃあ俺もちょっとウォーミングアップするか。違うよ、チョンスちゃんじゃないよ。これリスナーさんだと思う。いや配信外しか電話しないで。527号さん何なの、やめてくださいって。俺に会いに来たんだよ。やめるもクソも体目的やめてください。そんな目的じゃないですよ。あばよく、まあまあそれはちょっと、いやそれはもうないよ。両方かけてる、息と電話。ちょっと寝てる。イケリスト寝てるって。イケリスト関係してないよ。あ、もしもし。もしもし。あ、ごめんね、なんかリスナーがしつこくしようって言うから。ごめんごめん。申し訳ないです。うん、すいません。やっぱリスナー、明日の方がいいんかなと思ったり。だからリスナーさん的に、はい、今日行って前乗りしたら明日スムーズに移動できるから、はい、今日行った方がいいんじゃないって。そうそうそう。でこうちゃん、こうちゃん起きたら夜になってる可能性あるから、はい、行くなら行っといた方がいいんじゃないって。でせっかく今日、今日来てくれたんだから、はい、うん、ちょっとねゆっくりしたらみたいな。まあ、配信的にはまあ01を止めといた方がいいと思うけどね。やっぱ。あ、じゃあチョちゃんはどうしたい？チョちゃんがしたいようでいいよ。体、なんか体調も、うん、しんどそうやったんで。いやもう今復活しちゃって。はい。うん。復活。うん、元気になっちゃって。明日なんか予定あるってなんかって言ってたんですけど。いや予定ないけどね。あ、そうなんですか。うん。3回目なんですけど、うん、どこも行ったことないから。あ、じゃあなんかどっか行きたいとこある？浅草とか行ってみたいです。浅草？分かった。はい、浅草行こっかじゃあ。はい。うん。で月島もんじゃでも食べよっか。食べたいです。もんじゃ好き？
モンジャ好きです、めっちゃ、うん、じゃあモンジャのデラック月島デラックスので、チーズ、はい、チーズと明太トッピングご馳走するよ。え、美味しいんですか？うん、美味しいよ。美味しいんですか？美味しいよ。そうなんですね、うんうん、で一緒に人力車乗ろう。誰です？乗ってみたい。はい。で、あの彼氏とかっている？いないです。いない？いないです。で、俺もいない。そうなんですか？なんか、うん、あのゼロワンさん彼女おるみたいな聞いたんで、それやったらもうホテルとかも絶対来ない方がいいやろなって思ったんで。いや、いないよ。いないから行けるんだよ。あ、そうなんですか？で、イキリスト君になんか支持されてるの？じゃないですよ。自分の独断で俺に連絡してきてって感じ？あ、そうです。なんか今日、あの今日の朝 DM くれたじゃないですか。うん。で、あの起きた時に、うん、あの会った時に、うん、なんかイキリストとあんまり仲良くないみたいな感じやったんで、うん、で一緒にいてはったから、うん、あ、それやったら行こうかなみたいな感じで軽いノリで来ちゃったのに迷惑かけてしまってすいません、うんうん、いや全然いいんだよ。ホテルとか絶対、いや、この方がいないんだよ。え、そうなんですか？うん、行っていいじゃん。そうなんですか？うん、じゃあ、あのゆまるがどうのこうのみたいな、ゆまるさんって、うん、あのそれアンチがまだ付き合ってるってずっと言うんだよ、はい、あ、そうなんですね。うん、どう、行っていい？ほんまになんか恥ずかしくて、うんうん、うん、じゃあ明日ね。いいですか、明日で。うん、分かった。楽しみにしてます。うん、分かった、ありがとうね。はい、すいません、うん、ちょっとお休み。わかりました、おやすみなさい、うん、ありがとうございます。ゆっくり休んでね。失礼します。はい。押しマークついてても、何時にしよう。照明少し、いや、明日雨なの？雨なの？雨じゃダメじゃん。明日雨だったら527、本人じゃないでしょう。配信始まった？向こうのコメント欄どんな感じ？やめとけやめとけよ。で、シリガルとかさ、ね、そういうコメントでやっぱ流され、アンチコメントしか、ああ始まったね。女叩きが。最後によかったら、これホテルの服だよ。ブロックしてんじゃない、しんのすけ。なんか変なやつは LINE してるって、ブロックされると他枠行こうぜ。